リージョンフェイクを考えよう。リージョンフェイクとは、無王に対する銅、ポッドデスに対するヤバソチャ、毒クラゲに対する陸クラゲ、ラグトリオに対する海トリオ、みたいな感じで今後出てきそうとか出てきてほしいリージョンフェイクを考えよう。ギルガルド、日本刀モチーフのやつとか。リージョンフェイクって初めて聞いた。要はリージョンフォームみたいだけど別種のポケモンってこと？銅だけ違うくない？銅はリージョンフォームからの進化だからちょっと違う気がする。トリミアンのリージョンのようで全く別種のトイプードル。アローラベトベトンがゴミ処理、ガラルマタドガスが空気の浄化と北から水質改善してくれる魚の方の海蛇になったアボック。その流れだとリージョンフェイクじゃなくて普通にリージョンフォームじゃないかな。フィールドに応じて姿が変わるようになったリージョンポワルン。ポワルンってテルテル坊主だと思うんだけど、フィールドに反応するそれっぽいのってなんだ？カカシ？地面の状況で姿が変わるってだけならともかくサイコだの電気だのとカカシはちょっと違う気がするな。いっそ姿が変化するコンセプトが同じだけで見た目は全く別物な方がいい気がする。テルテル坊主、占い呪い、タロットカードとかそういう感じに。ホロゴース、ホロゴースと、ホロゲンガー、にわかさんはさ、どう入れんならニャイキングも入れろって話だし解散とまで配管がもう少し知識を身につけろ。リージョンとリージョンフェイクごっちゃにしてるし起点から間違ってんだよね。魚のイワシじゃなくイワシクモモチーフの飛行タイプヨワシ。和製ストリンダーのような歌舞伎モノポケモン。シャミセンっぽい鳴き声で発電機関も3本。シュバルゴによく似ているけど手はソフトクリームのコーンで。全体的にクリーム色でソフトクリーム感のあるフェアリー氷タイプのシュバニラ。奥端に似たタコ特性風乗り。口からタコ糸を出す鉄砲をもどき特性加速。ラランテスそっくりの虫ポケモン。まあそもそも、リージョンフェイクというスラングからしておかしい。リージョン関係ないし。伝説の一種を、純伝説と呼ぶのがまかり通ってるのと同じぐらいのガバさ。灯籠仮設道モチーフの和風シャンデラ族。修練進化組に正式名称ついたの？一月一蹴り。二段ギル二刀山。ギルガルド山戦国。人もし系統の和風なやつが欲しい。アンドン、ちょうちん、ちょうちんお化けとかかな？もしくは和風の明かりを3種類とか。アンドンとちょうちん以外に何かあったかな？ねぶた、でかすぎんだろ。妖怪ウォッチ思い出した。海ディグだと陸クラゲはモチーフも完全に別種だからなんとなくわかるけど、同じお茶の茶ですがリージョンフェイク扱いで定義がよくわからないんだよな。今更ながら、リージョンフェイクは海外発祥の俗語だから知らん人は知らんな。修練進化も公式用語じゃないけどそっちの方が良かったのかね。茶ですがリージョンフェイクの流れか否かに関しては実際微妙なところだが。リージョンフォームではなく、既存ポケモンによく似た別種という扱いのポケモンの一つといえばまあそう。そもそも正式用語が現状ないからな。バイバニラ、ちょっと31種類に増えてみない？マホイップみたいに。味が変わるんならリージョンフォームじゃないのかと思ったけど、バニラ味が変わるんなら名前の、バニラの部分も変わっちゃうから、名前変わる以上リージョンフェイクの方になるかそうだよな。リージョンフェイク知らない人もいるのね。他所だと修練進化の方知らない人もいたからどっちで呼べばいいのやら。リージョンフェイクは海外発祥のスラング。修練進化は実際の用語を当てはめた呼び方。通じればどっちでもいいんじゃね？銅は違うしヤバソチャも怪しいけど。リージョンフェイクって名称は知らなかったわ。要するにリージョンフォームっぽいけど違う似てるポケモンってことだな。頭蓋ボス、ダンパルド。頭蓋の化石が複数採掘された地層にて発見された、頭蓋ドスに酷似した骨格の化石から復活。通常の頭蓋ドスより明らかに大きなタイプ頭部をしており、当初は頭蓋ドスの親分的な立ち位置と思われていた。しかし後に発見された、ダンパルドと呼称される首周りにバネのような筋繊維が発達したポケモンと遺伝子データが一致。頭蓋ボス及びダンパルドを頭蓋ドスラムパルドとは別種のポケモンであると結論付けられた。海クワガタモチーフで海カイロス。ピカチュウ海牛モチーフで木からなくし、ライトドン。イモリになった木森系列。ガブリアスに似ている水タイプの種目ザメポケモン。水タイプのガブって聞いてボツアンのドラグオン思い出した。おもろいな。虫毒タイプでジャガイモに虫が住んでるかジッチュ。外角の貝が違うタイプのパールル。サメ肌は違いで地面を張って生活するタイプのサメ出してほしい。クモンジャラ、モズルンボ。モチーフはクモヒトデとテズルモズルで。こういうことだろ？クモとか猿の地上絵の方をモチーフにしたシンボラーのそっくりさん。って思ったけど、これむしろそっくりさんに見せかけたガチのリージョンフォームになってもおかしくないな。